日本史基礎講座第31回です今回のテーマはヨーロッパ人の来航と織田信長政権ですまずヨーロッパ人の来航については16世紀の中頃にポルトガル人が中国戦和行の船に乗って種子島に漂着したっていうところから始まりますよねで。彼らは鉄砲だとかキリスト教といった新たな文物を日本にもたらすわけなんですけれども。 これを九州を中心とした戦国大名がなぜこれを受け入れていったのかっていうところをまず考えてみたいよね、えー、そして、えー、織田信長政権については、えー、彼も地域政権である戦国大名の一人だったんですけれども全国の戦国大名たちを倒していってそれを統制下に入れていくそして統一政権というものを目指すわけなんです、えー、こうした 動きについて早速見ていきましょう。では四角の一番。ヨーロッパ人の来航です。16世紀の中頃に東アジアに進出してきたヨーロッパ人は、ポルトガル人やスペイン人なんです。で、彼らは、総称して、南蛮人と呼ばれました。あれヨーロッパっていうのは、 西洋っていうぐらいだから西の方からやってくるんじゃないのかって最初思うんですけれども実は彼らは日本にやってくる前に東南アジアの方とか中国の方とかに拠点を持っているんですよだから日本人から見るとポルトガル人やスペイン人は南の方からやってきているっていうふうに見えるので南蛮人って呼ばれるんですねそれでは彼らの拠点について まとめてみたいと思います。地図を見てください。ちょっとなんかメモが入っちゃいました。すいません、えー。この世界地図を見ていただいて、はい、ヨーロッパにポルトガルとスペインがある。これイベリア半島にありますね。イスパニアっていうのはスペインのことね。で、ポルトガル人はこのヨーロッパからアフリカ最南端の希望島を経由し、マダガスカル島からインド西海岸の ゴアというところをまず占領しました。さらにこのゴアから東南アジアを経由して中国のマカオを拠点とします。そして中国人和光とともに日本にやってくると。こういうルートを取るんだよね。スペインの方は15世紀の後半コロンブスがアメリカ大陸を発見し、この アメリカ大陸にまず支配を伸ばしていくで東アジアへの進出っていうのはポルトガルから少し遅れるんですけれどもフィリピンのマニラというところをここを拠点とするわけなんですねそしたらこれで地名の方はバッチリですねもう一度戻りますはいそれではポルトガルがインド西岸の5アの占領が1510年なんで16世紀の初頭です そしてその後、カッコの一番。これが中国南部のマカオを入れてください。マカオを占領したのが1517年。ちょうどこの頃、中国の民王朝がだいぶ弱体化してきている時期で、で、民はこのポルトガル人に和寇の金圧を命じる一方で、このマカオの地を貸し出すわけなんですね。まだ植民地にはなっておりませんので、その辺も気をつけてください。 はい。そして、スペインが拠点とした方が、過去の2番。ルソンのマニラですね。1571年と、ちょっとスペインはね、やってくる時期が遅れるという点も忘れないでください。で、ちょうどこの頃、東アジア情勢が変化する時期で、まず中国の民なんですが、日民貿易は中断状態となります。これもすでにやっておりますが、民法の乱の後、一時大内氏が日民貿易の主導権を握ったんですが、 氏が末はる方によってて倒されれししまうとそのの後後日民貿易中断ででたこれ16世紀の後半です,するとしっかりとした貿易統制ができなくなって国王に認定された船以外は来ないでくれって言ってるのにそんな黙っていこうぜっていうような密貿易を行うような後期和光と呼ばれる連中が増加していくわけなんですよね。 で、えー、あとは琉球も、この中継貿易にヨーロッパ諸国が参入したり、民の保護を受けれなくなってくると、これ衰退していくわけです。これまで中国の民は、琉球を通じて東南アジアの産物というのを手に入れていたんですが、琉球に代わって、これを、まあ、ヨーロッパ人に任せようとするんですけれども、全然これがね、足りないわけなんですよね。そこで一部民は、 時国の民は外に出れないという、あの、解禁政策を緩和するということになります。1567年に解禁が緩和されて、東南アジアに関しては行くことができるようになるって覚えてください。これでまず概略の方が整ったと思いますので、あとは細かい点を見ていきましょう。では、過去の2番です。ヨーロッパ人の来航ですが、えー、まず、日本にやってきた南蛮人といえば、やはりポルトガル人だよね。 はい、丸の一番は、鉄砲伝来です。1542年説と43年説の両方がありますが、中国船がポルトガル人を乗せて、カッコの3番、種ヶ島に漂着しました。そこで、種ヶ島の領主であった、種ヶ島時高は、早速鉄砲を2丁を購入いたしまして、それを分解し、 で、日本においてもしっかりと鉄砲を作ることができるようになっていきますね。えー、鉄砲生産地として有名なのは、一を下にありますが、泉の堺。そして紀伊の彩花根頃。そして、大海の国友。やっぱりね、鉄砲を作るには、鍛冶や芋地といった職人の力が必要ですので、こうした職人がたくさんいる近畿地方を中心として、 鉄砲を作れるようになっていくんですでそうすると、これが日本の歴史に大きな影響を与えますが、大きく築城法と戦闘法が多様化するという点に注目してください。これまでお城っていうと、山の上に作る山城というのがメインだったんですよ。その方が守りやすいですからね。しかし、この鉄砲隊というのを配備すれば、鉄砲隊は守りの戦いで進化を発揮しますので、 平野部にお城を作ることもできるようになる。すなわち、山城、平山城、平城と、築城法を選択できるようになっていくんです。そして、戦闘法についても、足軽たちを鉄砲隊として組織することで、戦いに勝利するような戦国大名が出てきます。まあ、毎度おなじみ、織田信長が代表的だよね。はい、そして、日本の歴史を、 大きく変えたのはもう一つありましてそれが丸の2番のキリスト教伝来です、まあ、以後よく使うキリスト教と言われるように1549年にカッコの4番イエズス会宣教師のフランシスコ・ザビエルが鹿児島に来ししました実はヨーロッパにおいてはポルトガルやスペインといった国はカトリック系の旧教国って言います そして、イギリスやオランダといった国が、プロテスタント系の新教国っていうんですよで。ヨーロッパにおいては、どちらかというと、プロテスタント系の方が主導権を握るようになってきて、カトリック系のポルトガルやスペイン人たちは、東アジアにその布教の地を拡大しようとして先にやってくるんだよね。イギリス人やオランダ人は、17世紀に入ってからやってきます。 そしてザビエルをはじめとするイエズス会は鹿児島に来航いたしましてで九州をはじめ山口など西日本をを中心に布教活動を行いましたザビエルに関してはわざわざ京都までやってきて京都での布教許可をもらいたかったんですが京都においてはあの三好市や松永市などが京都の主導権をめぐって争い合っている最中だったので。 とてもその布教許可を得ることはできないだろうって言って諦めるんだよね。はい。そして、えー、彼は早くも1551年には日本を出発し、インドのゴアにおいて彼は布教していく中心人物となっていくんですよ。はい。それ以外の宣教師の活躍については丸の3番にまとめておりますが、まず、足利義ルの許可を得て、ついに京都などで布教を認められた。 イエズス会宣教師はと言われれば、ガスパルビレラを答えてください。えさらに、カッの6番。織田信長の保護を受け、日本に滞在していた時の記録、日本史をまとめた宣教師はと言われれば、ルイス・フロイスです。そして、後でまたまとめますが、天正検温施設をローマ教皇のもとに派遣しよう。えそしてえ、それを率いて、また日本に戻ってきた時に、 活字印刷術を伝えた宣教師はと言われれば、イタリア人宣教師のバリニャーニです。フランシスコ・ザビエル・ガスパル・ビエラ・ルイス・フロイス・バリニャーニと、このあたり、しっかりと識別できるようにしておいてください。さあ、彼らはどのようにしてキリスト教を布教したのかっていうと、様々なキリスト教施設を作っていきました。まず、宣教師養成学校。 そして、高等教育機関はと言われれば、カッコの8番。これを、コレジオと言います。文語、府内に作られたコレジオが有名ですが、コレジオって何回も繰り返して言うと、コレジオ、コレジオ、カレッジに聞こえますよね。したがって、大学という意味合いの高等教育機関で覚えましょう。反対に、セミナリオって言うと、進学校とも呼ばれますが、 こちらは初等教育や中等教育を行う機関です。まあ初等教育でいいんじゃないかなと思いますが、織田信長が安土の城下町にセミナリーを作ることを認めたという形で覚えておいたら十分です。あとこれ以外にも、教会堂の意味合いである南蛮寺っていうのがあるんですが、これはあのチャーチのようなものを作るんではなく、お寺を教会代わりに使ったっていうことです。 まあ山口に作られた大道寺っていうお寺は南蛮寺の代表的なものなんです。では、キリスト教に入信していったキリシタン大名についてまとめてみましょう。丸の5番。特にこれは九州の戦国大名に多く、文豪の大友義重これは宋林とも言いますよね。あとは、肥前の大村墨忠。 さらに、アリマ信、これ、いつも3点セットなので、すべて書き取れるようにしておいてください。これ以外と、は武ンの黒田義シとか、あとは、えー、最終的に江戸時代にマニラに追放される高山右近なんていうのもおります。で、このキリシタン大名たちは、先ほどもやりましたが、ローマ教皇のもとに、自分の親戚の子供たちを送り込む、天章剣王施設というのを派遣します。 これはバリニアニの勧めで、えー、先ほどの3キリシタン大名が派遣したんですが、派遣された方の少年たちの名前も一部覚えておきましょう。聖子の方が伊藤万署や知事はミゲル。副子の方が原マルチノや中浦ジュリアン。こう、ちゃんとした洗礼名も持っているっていうところがポイントですね。では一体彼らはなぜキリスト教を受け入れたんだろうか ここを考えるのが一番重要だと思うんですよね。あの、デウスのもとに、皆平等であるというキリスト教の根本的な思想に最初から共鳴したのかというと、えー、そうではないんですよね。実は最初はもうちょっと経済的な目的があったんですよ。そこについてまとめてみましょうか。はい、それがカッコの3番の南蛮貿易なんだよね。 丸の一番のところに書いておきましたが、ポルトガル戦やスペイン戦といった南蛮戦は、不教を認めたキリシタン大名の両国にしか入港しません。ヨーロッパ人の商人たちを連れてくるのが宣教師たちなんだよね。はい、こういう目的もあって、九州の戦国大名たちは最初キリスト教を受け入れていった。そして次第にその考え方に共鳴するようになっていったんだというふうに捉えてください。 ポルトガル船は早くも1550年頃より九州の諸港に来航します。やはりスペイン船は少し遅れますので、1584年より長崎県北部のヒラードというところに来航しました。そんな彼らがもたらす貿易品について、輸入品はというと、これはね、実は彼らヨーロッパのものももちろん持ってくるんですけれども、 日民貿易が衰退する中で日本人が欲しかった中国産の産物をわざわざこっちに持ってきて売りつけると中継ぎ貿易を行っているわけなんです。そこでカッコの11番には中国産の生糸を入れてください。あとは火薬だとか。 あとは、えっと、近畿地方では、家事職人たちいるんですけれども、九州ではあまり鉄砲生産できませんので、え九州のキリシタン大名なんていうのは、鉄砲そのものを欲しがりましたよねで。輸出品については、当時のヨーロッパ経済は、もうすでに銀本位制ですえ。銀というものを使って取引が行われておりましたので、え日本においては、岩見の国の大森銀山で採れる銀。これを彼らは、 獲得しにやってくるわけなんだよ、ね、そこでカッこの12番には銀。さらには刀剣ぐらいまで覚えておきましょう。で、この南蛮貿易の性格をまとめると、中国と日本との間を中継ぎするタイプの中継ぎ貿易であり。そして、えー、宣教師たち、キリスト教の布教と一体化してるという点も忘れてはいけません。 では、南蛮貿易をまとめた図を参考資料に提示しておきました。ここ日本です。そして中国のマカオを拠点としているのがポルトガルで、ポルトガル戦は、鉄砲や火薬、中国のキートをもたらす中継貿易ですよね。そして日本の銀を持って帰る。ここ大丈夫だよね。そしてスペインは、 ルソンのマニラを拠点としており、同様に、この東南アジアにもね、中国産のキートは出回ってますので、えこういったものをもたらします。で、彼らは、武器や食料品というものを持って帰ろうとすると。で、スペインは、あの、アメリカ大陸も支配しておりますので、えこのラテンアメリカ、中南米あたりの、 今年銀山という銀山が有名ですけれども、そこから銀を仕入れますからね。そしてスペイン戦は中国に対して銀を用いることで、中国産の絹織物や陶磁器なんていうものも手に入れていたわけです。この辺まで考えるとちょっと複雑すぎるかな。とはいえ、まあこれで、一応南蛮貿易はバッチリだと思います。はい、それでは、 後半、織田信長政権について見ていきましょう。戦国大名の一人であった織田信長は、全国の戦国大名を屈服させることによって、統一政権の自立を目指していきます。その過程についてまとめたものが、括弧の一番。さあ、織田家っていうのはもともと、尾張の国の守護大出身だったんですが、えー、守護の芝氏を尾張から追放する形で、えー、国を奪い取った。 下国城タイプの戦国大名です。織田家の後継ぎ争いに勝利した織田信長は、丸の一番、桶狭間の戦いでもって、あの今川義元を破りました。今川義元といえば守護出身の伝統的な戦国大名です。奇襲攻撃によって、少ない兵力で、えー、今川義元を打ち破ったことによって、織田信長の名は全国に広がっていくわけなんだよね。 で、この後、まあ省略はしてるんですけれども、尾張の国、愛知県の北側には、美濃の国、岐阜県があります。美濃の国といえば、あの、斎藤道さんがいましたけれども、斎藤道さんの孫にあたる斎藤達沖と争い勝利しました。さあ、で、この斎藤達沖に勝利したあたりから、織田信長は、天下布武と書かれた印象を用い始めます。 ただ、ここで言う天下っていうのは、日本全国というよりはむしろ、えー、もう一度自分は近畿地方、機内に足利政権を自立し、その足利政権を自分が支えるといった意味合いで、彼は天下という語を最初用いたんじゃないのかと言われてるんだよね。はい、そこで丸の2番。1568年に彼は入教します。この頃、京都を支配していた松永久秀を追放することで、 過去14番。足利義明を15代将軍に擁立しました。もうこの頃はね、足利氏なんて京都の町に入れないぐらい勢力が弱くなっちゃってたんですけれども、織田信長がもう一回足利氏の勢力を挽回させようとしたんだよね。そして、尾張、美濃、大江、山城と、中部地方から近畿地方にかけて勢力を拡大してきた織田信長は、この後、日本海交易との結節点、 ここが交通の要衝に当たりますので、そのあたりの戦国大名を倒しに行きます。すなわち、越前の国を目指し始めるんですよ。そこで丸の3番です。姉川の戦いに勝利するわけです。姉川の戦いの際には、北近江の戦国大名である浅井長政と、越前の戦国大名でもある朝倉義景の連合軍を破りました。この時に、あの、比叡山延暦寺の僧兵は、 浅井朝倉側に呼応したため、織田信長は延暦寺を焼き打ちにするんだよね。そして伝統的な総兵勢力をも屈服させました。ただ皆さん、覚えてますかね比叡山延暦寺のトップの地位を天台座すって言うんですけれども、室町時代においてこの天台座すは足利氏の人間が務めることが多かったんですよ。えー、こうすることで天台座すを統制していたんだよね。 六代将軍の足利義則なんていうと、元天台座すって覚えてるでしょということで、こうした延暦寺の焼き打ちっていうのは、足利氏との関係悪化にもつながっていくわけなんです。そこで丸の4番。え突如、足利義明を京都から追放し、十六代将軍はその後建てられなかったので、これをもって室町幕府の滅亡とみなしましょう。1573年だ。この後あたりから織田信長は、 機内において足利政権を樹立するというよりはむしろ自身が全国政権を樹立するというふうに方針転換していくんだよね。そこでまず最大の宿敵である武田氏との戦いに発展しました。あの武田信玄には何回か戦いを挑んで勝てなかったんですけれども、すでに武田信玄は病死してます。武田信玄の子供である武田勝頼との戦いに勝利するんですね。 これが、えー、丸の5番の、長篠の合戦です。えー、三河の戦国大名である徳川家康と同盟を結ぶことにより、えー、足軽鉄砲隊の活躍などもあって、括弧の16番、武田勝頼を破りました。ただ、ここで武田氏が滅亡したっていうのは、ちょっと早いですね。はい、えー、これは平野部での戦いのことを合戦と言いますが、合戦に敗れたら退却すればいいだけなので、 はい、その後、武田氏は1582年になって天目山の戦いに敗れ、ここで滅亡することとなりました。そして武田氏を破った後に、えー、丸の6番ですね。はい、交通の要衝でもある南大見に安土城を作りました。この安土城っていうのは山城スタイルとなっております。はい、山の上に天守閣があって、 山の下に城下町があるタイプだと思ってください。そして、織田信長といえば、あの、しっかりとした経済政策を進めていったっていう特徴がありますので、先にカッコの2の丸の1を見てください。信長が行った経済政策については、え美濃の国の加納っていうところや、今回築城した安土の城下町において、楽一例を発布しました。 えさらには、あの,堺の自治都市っていうのを直轄化することによって、豪商たちからしっかりと軍用金っていうものを取ろうとしたという、えこの2点をまとめておく必要がありますね。え安土の楽一例については資料問題での出題も考えられますので、そこちょっと読んでみましょう。はい、それでは、楽一例、定む。安土の山の下にある城下町へ。 当初中、楽市として仰せつけられるの上は。ということで、この町を楽市として命ずられた上は、えいろいろな座は撤廃し、それ以外にも、会期やく時などは、ことごとく免除するって書いておりますので、やはり特権商人を保護するようなことはせず、信仰商人たちに自由に商売をさせようとしたと。では一つ、王冠の商人、神街道はこれを愛と止め。 実はこの安土の町のちょっと外れたところに中仙道が走ってました。まあ中仙道は後の言い方なんですけれども、そういう街道が走っていたんだけど、ちょっとその中仙道を通るときにこっちに寄ってくれないかと。こうやって安土の城下町を反映させようとしたわけなんです。一つ、文国中、特政を行うといえども、当初中は免除のこと。この安土の城下町においては特政例は出ませんって言ってます。 やっぱりね、戦国時代って、隣の戦国大名を倒すじゃないですか。相手の国をぶんどるわけなんですけれども、その相手の国の民衆たちは、自分のことに、自分に対して敵意を抱いているわけでしょ。その民衆たちをしっかりと統制するために、特性例を出すことが多かったんだよね。でも、特性例を出しちゃうと、やっぱりそれ、金融業を兼任している商人たちが損をするので、えー、そういった商人たちは、じゃあ、安土の町においでよ。 うちらの町では特性量は出さないからさ。と言って、えー、支配する地域においてはしっかりと特性量を出し、安土の城下町においては特性量を出さないという形で使い分けを行っていくんだよね。で、一つ、他国並びに他所のやから、当初、安土にまかり越しありつき揃う者は、前々より先々より居住の者と同然、誰々の家来といえども意義あるべからず。もし、信長の家来なんて言って、 臨時の海域を命ずることがあっても、これは停止すると。うん、元々どこの国の家来であっても、うちらの安土の町においでよっていうような形で、城下町の繁栄を図っていったんですね。あと、織田信長の時代というくくりで重要なのは、やはり、一向州との争いですよね。織田信長は、やはり南蛮貿易の利益に注目をし、キリスト教は保護する一方で、 敵対する仏教勢力とは戦っていくわけなんですよ。すべての仏教勢力じゃないですか。ら気をつけてくださいね。で、その敵対する仏教勢力というのは、やはり、え一向宗なんだよね。え、カッの2の丸の2を見てください。はい。キリスト教の保護については、え、ルイス・フルイスに布教許可を与えたってやつですね。はい。そして、え、一向一揆の解体については、一向宗といえば、東海、近畿、北陸なので、 東海地方には伊勢長島の一向一北陸地方は越前の一向一揆や香川の一向一揆がありますがこれを次々と解体していきました北陸地方はね織田信長の一番の家来とも言われる柴田勝家が中心となって一向衆の勢力を倒していくわけなんですまた安土の町において日蓮宗がその勢力を拡大させようとした時には 日蓮宗と浄土宗とで、あの、修論という口喧嘩をさせるんですよね。で、破れた者は、この安土の町から出ていかないといけないと。そして、これね、審判は臨済宗禅宗の僧侶が務めるわけですが、そこをもう買収しておいて、日蓮宗を負けにして、彼らを安土から追放すると。頭を使って、えー、宗教勢力の弱体化を図るなんていうこともやりました。 最終的には上に戻ろうか。丸の7番。石山本願寺を屈服させたのが1580年です、はい。この時の一向宗の中心は、賢女という僧侶がいまして、この賢女を大阪から追放しました。はい、そして一向宗との戦いを無事ここで終わらせたわけなんです。ところが、毎度おなじみ丸の8番。1582年。 自分の家臣たちにさらに勢力を拡大させるために、えー、例えば、柴田は北陸方面、滝川和益は関東方面、そして、橋場秀吉には中国方面に向かわせておいて。で、自分は、えー、中国方面にいる橋場あたりをちょっと応援しに行こうと、京都の本能寺に宿泊していたところ、えー、家臣の明智光秀の裏切りによって、織田信長は 自害に追い込まれてしまいましたこれを本能寺の変と言いますまあ明智光秀は、えー、出世が遅れてしまったというまあ定番の説を取っておきたいとは思うんですけれども留守中に自分の主君を裏切ってそれを殺したわけですよねこの時に後継ぎであった織田信長も殺されてしまいましたということで織田信長の時代はここまでなんですがこの後家臣の一人である豊臣秀吉が え、主君の後を継いで全国統一事業を展開していきます。え、この続きは、え、次回の授業でやりましょう。では今回のテーマはここまでです。